Hazard 6. Leon! Leon! Are you alright? Yeah. Things just got bad. Real bad. Rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. Robert Wesker's son. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good, thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Are you okay? Let's just find the survivors and get the hell out of here. Actual HQ, can you read me? Point somebody. HQ to Echo. Biohazard 6. Hey, what the hell are you guys doing over there? We need to evacuate, come on! Hi. いよいよね、ラストチャプター始まりましたね。先に質問読んでおきましょうか。前澤さんのお金配りについてどう思いますか？自分500円しか当たらなくてムカッとしました。お金配り、前澤さんのなんか10万円とか配ってるやつってことですか？なんか宇宙行った時に全員お金配りみたいなのやってましたね。500円当たったんですね。おめでとうございます。なんだろう、何一等賞は100万円とか、二等が10万円とか、そんな感じなんですかね。ちょっと僕、わからないんで、なんともいかんともしがたいんですけど、なんか、アプリを入れないとできないみたいな、そんな話でしたっけ。まあ、それはちょっとめんどくさいのかもしれないですけど、でも、ほとんどリスクなしで、お金がもらえるんだったら、もらえるもんもらっといた方がいいんじゃないですか。だから国が配る、その国がまあ過去配ったとか、今回の児童手当とかで配った10万円とかっていうのは、僕らが払った税金が、ちょろっとした、たかたか10万円っていう額でね、ごまかされて帰ってきているだけの話になるんで、それを考えたら、0円で、まあアプリを入れたりとかっていうお金とか、ね、まあ多分銀行口座なんか登録するあれがあると思うんで、それを考えると、まあ、若干手間あるものの、ほぼリスクゼロで、ね、できていることを考えたら、まあね、だって自分の資産を見ず知らずの国にあげてるってことですよね。すごくいいことだ、いいことだ。痛い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 。と思うんですけどね。なんか、そうは問屋が下ろさないって感じなんですかね。だって、僕が仮に前澤さん並みのお金持ち、まあそこまでいかなかったとしても、なんだろうな、知らない人にお金とか配りたくないですもんね。だってそれって結局なんだろうな、なんか社会実験やるみたいなことも過去言ってたみたいですけど、ね、実験動物にされてるのかとかと思う。まあそれはいいとして、何に使われるか分かんないお金をなんかむやみにね、散財するとか僕やりたくないですし、あとはなんかこう釣った魚に、魚の釣り方を教えるんじゃなくって、なんか魚を釣ってあげるみたいな、こう何の根本的な解決にもならないっていうようなことだったら、僕はなんか知ってる人たちとか、なんか自分が関わりある人たちにお金をあげたりとか、まあ、もしくはね、なんかご馳走したりとか、物をあげたりとかって、そういう、なんだろうな、そういうお金の使い方をしたいですね。なんでかって、自分がお金を使ったことで、なんかどんな人たちにどういう影響があるのかなっていうのをちゃんと見たいですからね。無作為にあげるのって、まあ、見た目いいかもしれないですけど、僕はそこまで心が広くないんで、まあ、ちょっとできないかなと思いますね。すごいですよね。そんなのができる人しかできる、あんなできる人しかできるってね。と思いますから、逆に、前澤さんを攻めるんだったら、国もっと攻めた方がいいですよ。まあ、動くか分かんないですけど、だって、ね、国はさ、国民からお金を集めてるわけじゃないですか。で、それを、
なんかいろんなね、そのお金直接返すのか、なんか道路作ったりとか橋作ったりとかって公共事業とかでやったりとか、あるいは社会保険みたいなものを整備したりとかっていう形で関係をしていかなくちゃいけない立場の人たちですよね。でしかも、ましてやなんだっけ、なんかどう忘れでしょうか。ましてやさ、なんて言ったらいいんだろう、給料までそこから出てるわけなんでね、うん、っていうことを考えたら、なんかもっとね、使い道あんじゃないのって思いますけどね。何なの、あの領収書なしで使える公費は年何百万です。通常考えたらね、通常で考えたら ありえない話ですから、ね、そういう一般感覚っていうのが、まあ影響してるのがね、公務員の人たちとかね、そういう政府の人たちなんでね、圧倒的多数が一般企業で働いている人たちっていうことを考えたら、もっとやり方あるんじゃないのって思うんですけど、だから前澤さんのお金配りについてはどう思うかっていうと、すごいなって思う反面、自分は絶対できないなとか、やりたくないなっていう気持ちっていうところですね。はい、これが今日人生相談なのかって分かんないですけど、まあなんか多分同調してほしかったのかなと思うんですけど、多分この人はもっとお金配れよっていう、お金欲しいっていう方なのかもしれないですけど、人からお金を恵んでもらうことを考えるよりも、自分で稼ぐっていうことを考えた方がはるかに効率がいいと思います。じゃあ続いていきましょう。営業で大切にしていることを教えてください。なんかまあ似たような相談以前も受けたことがありますね。まあ大切にしていることというか、意識していることっていうのは、大きくは2つあって、プレゼンを完璧にするっていうことと、あともう一つはマイナスの情報まできちんと出すっていうことですね。結構お客さんから言われるのは特に後者の方で、なんかね、やっぱりこう他社比較とかをするときとか、自社の製品を売り込むってなったときに、他社を落とし込んで落としめて、で自社の製品をめちゃくちゃよく言うっていうのは、まあよくある鉄板の話なんですよね。なんですけどマイナス情報で、他社さんはこういうところが優れてるんですけど、自分の商品のところはここがちょっと劣ってるんですよねみたいな、こう比較をして、自社の製品のダメな点とかっていうのをちゃんと僕は伝えるようにしてるんですよ。で結果、お客さんからよくもらう行為としては、そういうマイナスの情報もあるから、こういう部分で御社の製品を投与させてもらって、こっちの方をちょっと諦めて別で考えるよっていう風に、ちゃんと取捨選択ができるんですよね。取捨選択をしてもらえるようになるんですよ。ところがいいところいいところばっかり伝えてで、実際に買ってもらいますとか、使ってもらいますってなった時に、残念ながら万が一ちょっとでもできないことがあってきた時に、それがクレームの元になったりとか、契約がなしになっちゃうとかっていう話になるんですよ。だからマイナス情報を あらかじめ伝えておくことに、めっちゃ女性ゾンビ迫ってくんな。どうなんだろう。おーおー、近い。女ばっかりじゃね。ハーレムやん、レオン好きだろ。逃げるのね。まあそれはいいとして、っていうのを考えると、ちゃんとマイナス情報を伝えておくことによって、いい意味でお客さんに諦めてもらうことで長く使ってもらうとか、判断材料にしてもらうっていうようなことは結構やったりしてますね。ここがやっぱりいいとこばっかり言って結果自覚している人たちとかっていうのも、まあうちの会社とかに限らずに、営業されている方には多いんじゃないかなっていうのは、まあ個人的な印象としてはありますけどね。まあどうかな、どうなんだろうな。あとね、なんか新人こそ質問しましょうとか、ヒアリングしましょうとかって言うんですけど、ヒアリングしたところで、まあ仲のいいお客さんだったら、いろいろとね、深い情報とかをペラ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 喋ってもらえると思うんですけど、残念ながら初回訪問とか、契約をしていないお客さんとかがいろいろ質問をしたところで、そんなこと考えてないとか、情報をきちんと正確に教えてくれるとかっていうことはまずないんですよ。っていうことを考えたら、こっちからプレゼンをして、こういうことってないですかとか、こういうなんていうのないですかっていう、そのヒアリングっていう意味じゃなくって、お宅のところも同じことで困ってますよねって当て込んでいくんですよ。とか、あるいは他社でこういう事例があるんすよってなった時に、ああうちもあるねっていう同調をこうも持ってくるような、そういう仕掛け方っていうのをする方がはるかに大事っていうところになるなっていうふうには思いますね。だからそれをやらずに、御社はどうですかとか、こんなことありませんかみたいなこと、こんなことありませんかっていうのは、情報伝えなかった上で言うみたいな感じですね。みたいなことを言ったとて、残念ながら情報はね、いやどうかな、みたいな感じで、正確な情報っていうのはもらえないんで、ヒアリングってちゃんと関係性を結んだ上でじゃないと効果ないんですよ。っていうのを考えたら、まあ
それが長いお付き合いをするとか、あのお客さんの要望に合わせてカスタマイズするようなものを売っている人だったとしたら、あのちゃんとヒアリングした方がいいんですけど、あの僕はそういう製品を扱ってないっていうのもあるんで、当然ヒアリングはあの端々でやったりはしますけど、それよりもあのこういうことができますけどいりますかみたいな感じで、もうあのお客さんにとって重要かどうかっていうことをプレゼンを通して完全にもうあの外堀を埋めていくようなやり方をやってますね。だからどういうことを話そうか、ああいうことを話そうかっていうのを、まあ、事前にあのできるだけホームページとかその、まあ、パートナーさんを経由する場合とかなんかパートナーさんとの関係性なんかを聞きながらあの情報を集めて、あこういう話したら多分ウケるなとか、こういう話は NG だなとかっていうのをある程度当たりをつけた上で臨むっていうことはしています。うん、まあある程度テンプレはあるんですけど、まあ、売る商品は一緒なんで、まあでもただまあお客さんにとってどれが合うかっていうのをまあ考えた方がいいとは思うんですけど、でもそうじゃないケースも多かったりしますからね。はい、というところですかね。うん、まあ、だから圧倒的なプレゼンを用意するっていうところと、あとそれからマイナス点をちゃんと伝えるっていうところですね。Leon, do you hear me? Are you alright? はい、そのところです。じゃあ続いていきましょう。ヘレナ。ヘレナ。まあいいや。次行きましょうか。この人はできる営業マンだなと思う人と、こいつダメだなと思う営業マンの差は何だと思いますか？仕事から別企業の方と同行する機会が多いので、見極めの参考を教えてほしいです。ああ、なるほど。同行っていうのはそれはあなたが商社としていくのかメーカーとしていくのかで、まあ多少は変わってくるんですけど、まあまず間違いなくこいつダメだなって思う、買ったこいつダメだなって思う、めり込んでいるけどとか、ね、まあいいや、あのダメだなって思う営業マンは、あの僕が喋ることをただ言葉変えて言ってるだけなやつですね。それをあたかもなんか自分のセリフかのように言ってるようなやつは、だいたいポンコツだったりするケースが多いですね。うん、あの大して売れない営業マンだったりします。あとなんかね、あの全部任せてくる営業マンは基本的に売る気がないんですよ。だからこっちの裁量に任せてしまうみたいな、そういうやつは結構危険だったりするんで、そういう人は注意した方がいいですね。うん、なんだろうな、あの基本的に営業ってやっぱり一回その訪問をしたとか、まあ、設定を持ったお客さんに対しては、うわおあれこんなんだったっけ、ゾンビが一回ポツンと立ってて、そいつ倒したらなんか下から湧くと違ったね、うん、とかなんで、あの一任してくるような人たちはあのもうなんかダメですね。基本的にはそいつが一度訪問した後、あのこっちに全部丸投げというか、丸投げどころか誰がどう対応するのかっていうようなこともきちんと決めないままに、なんか連絡取ってなかったんですかみたいなことを平気でね、ポロッと言ってくるようなね、やつがいるんで、そういう人たちと仕事した場合は大体あの失注しますね。うん、逆にできる人だなっていうのは感度高いですね。なんて言うんだろうな。なんて言ったらいいんだろう。私もこの人できるなっていう営業マンの方はいるんですけど、なんて表現したらいいんだろうな。合いの手が上手だったりしますね。だから、単独じゃなくて、今回その別企業の方との同行っていう話で行くんで、こっちが結構、やっぱり、プレゼンをしたりとかヒアリングをしている中で話し忘れているとか聞き忘れていることとかもあったりするんですよね。で、できる人っていうのは営業のそのスタートから終わりまでの組み立てっていうのをきちんとできている方だったりしますんで、そういう意味でいくと、こっちが何か抜け漏れがあった時にそれを埋めてくれて、営業のそのプレゼンだったりとか、それからなんて言ったらいいんだろう、こっちが聞いてほしい情報を全て埋めていくような人たちっていうのは結構
優秀な人なんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんでかっていうと、同行営業して自分が主導権を握るとだいたい横についているだけで話聞いてないんですよ。で、あ、終わりましたかくらいな感じで、じゃあ引き続きお願いしますって終わっちゃうんですよね。なんですけど、同行しててそういうちゃんとこういうこと聞きますとか、こういうこと話しますっていう風にプラスアルファでできる人っていうのはちゃんと営業に参加している方になるんで、そういう人は結構引き合いの数も多かったりとか、それから受注の確率も高かったりとか、引き合い数多い受注の確率も高いって言ったらもうウハウハですよね。ところが営業でポンコツな人はっていう、引き合いたまたま1件ありました、でもその1件が結局失注になりましたって言って、いいとこ全然ないんですよね。ということを考えると、そう、飛行機が落ちます。この飛行機何なんだろうな、戦闘機なんだけどね、なんでこんなとこ突っ込んでるの。あ、飛んでて引っかかったのかな、まあいいやっていうような感じなので、だからまあ簡単な見極め方としては、営業にちゃんと同行としてついてきてる際に参加しているかどうかっていうところですね。それがやってないやつとやってる人とで多分大きな開きはあると思います。個人的にはそこが結構大きいかな。まああとはね、さらに優秀な人に関しては同行をしても、なんて言うんだろうな、製品の紹介くらいを任せて、あとは全部ねやっちゃう人とかもいますよ。そしたら、あれ俺なんで呼ばれたんだろうくらいな感覚の時もあったりするんですが、だからそういう意味でいくと、そういう人たちはなんかもうガンガン自分たちでも売り込むことができる能力高いんで、そういう人たちはもう逆にね任せちゃったりしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、ということで、もう間もなくちょっとね、ラスボスというか、シモンズがまた再びねやってくるところになるんですけど、まあ多分 1,2 分で終わるんじゃないかなと思いますので、とりあえずケリーの掃除頑張ります。あうあう、機種上げて。あ、ある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 、急ぎ、急ぎ。そうね、まあ、僕が営業マンとして優秀かどうかっていうと、僕はあんまり思わないですよ、自分が優秀だっていうと。だって、ヒアリングしてさ、お客さんがさ、なんかやりたいこととかって、こういうのちゃんとあぶり出してからですけど、僕はこれをやった方がいいですせみたいなね、なんかね、どっちかというとリードしちゃうタイプだったなんで、だからそれがまあお客さんの意に沿わなかったっていうのは、僕はもう大体失注しますからね。まあね、要は前も話しましたけど、ジョブ理論とかってあるじゃないですか。ジョブ理論の論理に当てはまらないいいプレゼンをしてしまったケースなんかがもしあったとしたら、まあ、残念ながら他も失注するっていうような結末になっちゃって、まあね、とか言って必ずジョブ理論みたいなのが何て論理に至るかっていうと、まあそうなんですけど、まあ、あとはね、最近読んだ本なんですけど、失敗の本質っていう本を読んでみてると思います。大体の営業マンがうまくいかない理由っていうのが、その営業の失敗の本質っていう本を読めばデーンってね分かるようになってますんで、まあ、太平洋戦争をね題材にして、なぜ日本は負けてアメリカが勝ったのかっていうことを、まあ、大きく3ポイントくらいかなにまとめてる本だったりするんですけど、それがやっぱり未だに日本がなんか職人気質で、なんか売れる営業マンはなんか独自の方法しかできないみたいな。だから結局は一人の人が頑張るよりも、組織として仕組み作っちゃった方が全体のパフォーマンスレベルとかとしては上がるんですよ。仕組み作るまでちょっと時間かかりますけどね。でも仕組み作る方が時間かかるとはいえ、じゃあ達人一人抜けた時にまた次のなんか営業ができる人を呼ぶかって、育てるかってなったら、それはそれでまたクッソ時間かかりますからね。っていうことを考えたら、仕組み作っちゃった方がはるかに早いんですよ。なのにそれをやらないのが日本の営業のダメなところですね。だから本人任せになってしまうんで、そういう意味ではなんかね、そういう仕組み的なところをなんかシステム入れるなりしてやった方が間違いなくいいというふうには思うんですけどね。はい、ということで、もう間もなくね、終わりというか、まあここくぐって終わろうかな。はい、まあ、もう20分近くね話をしていますんで、で今日3つもねお答えすることができたんで、また次回パートでねお会いすることができたら嬉しいです。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回のパートでもお会いいたしましょう。待ってろシモンズダイナソー。
バイバーイ。